分の中でもあのフォアハンドは自信のある技術で、何らかの仕掛けがないとあの流れとかも変わらないですし、やっぱり一球でもいいのであの回り込んでシュートだったりクロスに、まあ、遅い球だったりでもいいので、やっぱり流れを変えるボールがあればいいんじゃないか。体重移動が大事で、この回り込む瞬間にすぐ左足を前にしないと次回り込む時こう詰まっちゃうので、できるだけ左足を前に出してこのまま体重移動でこっちのつま先に重心が寄ると強いボールが行きやすいです。そうですね、やっぱりあのバックスイングをあんまり取らないっていうことが重要で、このままバックスイングを取っちゃうとどうしてもあの体がストレちゃうので、バックスイングを抑えつつこのままこっちの反動で振り抜くことができればタイミングも取りやすいですし強いボールも行きやすいです。